皆さんこんにちは、りょうたです。さあ今日は私の体を使ったリアルな時間です。皆さん、私の耳のピアスの穴が見えますでしょうか。見えませんか。ではちょっと広げてみたいと思います。こうやって親指で、あ、見えますか。もう穴は元に戻ってます。皆さん、これがリアルマジックです。